ゲーミズ将軍春京です。今回は敵にねボックスを囲われてしまった時のね対処法を皆さんにね伝授していきたいと思います。ということで、まあまずねボックス囲われてしまった、何それみたいな思う方もいると思うんで、まあ、解説すると、まあこれがねボックス、ワンボックスと言われるものなんですけど、まあ、これは自分の建築だからね全部こう編集したりできると思うんですけど、まあ、ボックス囲われてしまうってことは何も編集ができないんですよね。何も編集ができなくて全部敵のボックスが何もできないあーっていう状況のことですね。はい、敵のワンボックス囲われてしまったっていう状況は、はい、まあこの時のね対処法を話していきたいなと思います。はい、まあまずね意識すること、まあ、注意することなんだけど、まず絶対に焦っちゃダメ。ワンボックス囲われた時に焦っちゃ絶対ダメですね。はい、もう焦ったら終わり、うん、本当に終わりだから、あのね焦るのだけは絶対 NG。 そして意識することとしては絶対に落ち着くこと、絶対落ち着いた方がいい。もう焦ってなんかあここも俺の壁じゃないとか言って焦ってるともう死んじゃうから、もう絶対ね敵にワンボックス囲われたから死ぬっていうわけじゃないから、一回落ち着いてやると結構勝率上がるかなと思いますね。はい、ということでちょっとね意識することと注意することを先に言ったんですけど、まあ、それに踏まえた上で話していきたいなと思います。まあ、まずねまあ純粋に、まあ、200HP でワンボックス囲われた時、これどうするべきかっていうと、カウンターするか敵のワンボックスに逆に入っちゃう、まあ、これがねおすすめですね俺的には。 HP がある時は敵がこう開けてきた時にこうカウンターするとか、あとは敵がこう編集こうやってピースコントロールしてきた時ってこう建築してすぐ開けてくるじゃないですか。こう建築してこう囲ってはい編集、耐久値なんていうとさっき見たんだけど23とか2015とか、まあ、その辺なんですよね。ツラハシ一発で75入るんですよね。これちょっと待ってね、ほら400280あるでしょ、280がツラハシ一発で75入るんですよね、この建築物へのダメージ。ってことは建築こうピースコントロールされました、閉じる開ける、はいもう15ってことはツラッシュワンパンなんですよね。ほらツラッシュワンパンだから、こう編集してきた時に落ち着いてこう AR でもいい、 AR とか SMG でこう張り替えてもいいし、こう編集された瞬間にツラッシュ振って逆にこっちからこう逃げてみたいなねのも全然ありかなと思いますね。だから一回落ち着いて敵がこう編集してきたところを壁取る、逃げるとかね、まあ、これがね結構やっぱ定番なんじゃないかなと思いますね。はい、でねこの時の注意点なんだけど、逆に壁こう取りました、自分のにしました、でこっちの壁を破壊して自分のボックスに行きますっていう時に、うまい敵ってあ壁取られた、あこっちの壁掘ってんなって思ったら、ここを逆にこうもう一回ピースコントロールしていくんだよね。そうここピースコントロール結構してくる人多いから、壁取るでこう破壊する、逃げるで先にこの壁を取る、絶対に先に壁取る。で壁を取られたら次は何を取ればいいかっていうと階段で、その次に左の壁で逃げる、これが大事。まあこれはね敵の足音と敵の位置を見て把握すればいいと思うんだけど、まあ、大体の敵はこっちからこうなるから、まあ、逆に壁取る階段取る壁取るっていうのがちょっと難しいなって人は後ろからこう逃げると、あのねピースコントロール本当にされにくいから、まあ、最短で逃げんだったら左だけど、ちょっと左行ってもピースコントロールされそうだなっていう人は後ろ側に逃げると、こっち側からこうピースコントロールした後にこう後ろに行ってピースコントロールできることないんだよね絶対。もうその人がチーター、もう足早チートじゃない限りそれは絶対ないから、後ろに逃げることをね僕はお勧めしますね。はい、まあそしてね、まあ、さっき紹介した、まあ、HP があるときは逆にこう編集してきたところを入ってワンボックス突るとか、開けてきたところをこう
この敵の屋根にね、こううまいこと隠れてこうカウンターするとかで、カウンターしてで、こう敵が焦って閉じたところを壁取って逆に突るとかもありだし、逆にこう壁取ってさっきみたいに後ろに逃げるとかも全然あり。まあこれがね、まあ HP ある時の動き方かなとは思いますね。まあ、そして HP がね、自分の HP が少なかった時、少なかった時は落ち着いてディスコントされた、やばいっつって焦らずに、敵が絶対どっか編集してくる、敵が絶対どっか編集してくるから、そこを壊すで、もうすぐ逃げる、絶対逃げる、すぐ逃げるとか。まあそうだな、敵って結構ね、敵のことロー HP にしたら結構ね、あのね、適当に詰めてくんだよね。適当に詰めてくるから、そこをカウンターして、で敵が回復してる時にこう逃げるとかもあり。これ逆に HP が少ない時に刺さるかな、このカウンターは。さっきの HP ある時にも紹介したんだけど、逆に HP が、自分の HP が少なかった時ほど刺さりやすいね、このカウンターは。だからまあどっちも使えるかな、今のこの壁取ってカウンターとかはどっちでも使えるんだけど、壁を取られた状態でのカウンターは絶対やめた方がいい。なんでかっていうと、自分の HP がローだからワンボックス取ってこられちゃう。このワンボックス取ってこられたらもう無理だから、これ全部自分敵のだからね、何も対処法がないから、必ず HP 少ない時は壁取る、でカウンターするんだったらカウンターする、まあ、逃げんだったら即逃げる、で逃げた時にカウンターとかしたりして、まあ、回復すると。これがね、まあ、HP ない時は、この行動がね、一番いいのかなと、思いますね。はい。まあ、そしてね、小技なんですけど、小技っていうかそうだな。まあ、結構みんなプロとか、俺とか、もう俺めちゃめちゃやってんだけど、俺の動画見てくれてる人は結構わかると思うんだけど、ピースコントロールをされないようにする技。もう、ボックスを囲われないっていう、まずそこ。ボックス囲われたらまあね、ちょっと正直ね、不利。まあそりゃそうなんだよね。敵って、どこからでも開けれるんだよね。まあそりゃ不利なんよ。だって、じゃあ、いきなり、こっちがこう窓開けられました。で、こっちに来ると思ったら実は、この上から撃たれるとか。こういうフェイクとかも何でもできるの、この外の人って。囲った人って本当に何でもできるから、まあそりゃ不利なんだけど、まあ、そのね、まずボックスを囲われないっていうところにフォーカスを合わせたら、方法があって、この、絶対ね、右か左。絶対に、どっちかの壁を取っとくことで、まあ、99.99.9%、99.9% 敵に囲われなくなるっていう、技がありますね。まあ、リミテッド e スポーツとかで、ドキンさんとかとね、戦ってた時に、まあ、ドキンさんってやっぱみんな知ってると思うんだけど、ピースコントロールとかがさ、もうシュンしてきて、もうピースコントロール、あーワンボックス囲われた、死んだーっていう感じなんだよね、もうあの人って。そんぐらいもう速くて強いから圧倒的。で、まあ、それって、壁一枚でも取れてたら逃げれるんだよね。と逆に言うとね。そう、だから、あ、やばい。敵が、じゃあ、これで囲われそう。これ屋根を置かれた。屋根置かれるって思った時に、もう左の壁を取っとく、絶対。で、こっちから逃げる。囲われるなぁ。もう取る。逃げる。囲われるなぁで、これ敵がまあ大体もう近くにいた時はね、こんな感じ。もうこんな感じで、あ、やばい。目の前に敵いる。絶対これピースコントロールしてくるっていう時あると思うんですよ、絶対。絶対これピースコントロールしてくるっていう時に壁取って逃げる、さらーって。もうこれがね、もうねシンプルなんだけど最強なんだよね。ピースコントロールする人って銃の動作をやんないといけないんだよね。だから壁編集、屋根、壁全部取る、で壊す、屋根置く、撃つ、これをやんないといけないんだけど、これを1の動作で返す。屋根置かれる、壁置かれる、もう壁編集される、屋根置かれるっていう時にはもう左の壁取っとくと、もうこれだけ逃げれる。で逆にカウンターもできるし、上を取り返すこともできる。そうだから、敵が囲われそうだなっていう時に、左の壁
もしくは右の壁をねこう取って編集して逃げるっていうことを、これをマスターするともうマジでワンボックスマジで囲われにくくなる。本当にねこの技だけはみんなね意識してなかったなとか、やってなかったなっていう人はマジでこれやるだけでワンボックスピースコントロールされるあのねあの確率がマジで減るから、これ本当にやった方がいい。みんなこれマジで強いからマジでおすすめ。本当に今まで出したあの解説動画の中でももうねマジでもうえぐいぐらいあのおすすめできる技だから、もう本当にこれだけはね、もう今日はこれだけ覚えて帰ってください。本当にそう、これだけは本当に覚えて帰ってほしいということでね、まあ、そんな感じかな。ワンボックスが書いた時はまあね、まずもう焦んなきゃね大丈夫、まあ、焦らずに落ち着いてね、まあ自分がまあ自分のね今その時の適切な行動をね取れれば死なないと思うんで、よかったらね、今回の動画をね参考にしてみてくださいということで、少しでもね参考になったと思ったらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。